こんにちは、星徳馬です。
ですからこれいつもは10分ちょっとぐらいご紹介するんですけど、それいたしますと中ご覧いただけませんので、端的に2つだけご紹介しておきます。まあ、その1つなんですけど、先ほど仙台で少し触れましたけども、おいでいただくほとんどのお客様が少し誤解されている面があるんですけど、軍艦島は島ではありません。それが一番わかりやすいのはこの模型です。この真ん中のただの岩だったんですね。大きな海の中の水生岩です。誰も住んでいません。その海底に石炭がありまして、当時三菱炭鉱の中心的な場所はこの高島でした。ですからそこに創業者岩崎彌太郎さんがあります。この高島炭鉱の規模拡大のためにですね、もうこれも考えられないんですけど、この領海、海の権利をお金で買ってるんですね。そして6階の埋め立てをして作られた炭鉱の町です。ですから極端なこと申し上げますと、人口ゼロから世界一の人口密度を誇るまでの町を数十年の間に作り上げたのは三菱なんですね。全く行政、日本国は関係してません。あくまでも民間の場所だと思っていただくと、また少し違った角度から今日見えてくるような、そんな気がいたします。それと伴うんですけども、実は軍艦島というのは廃墟じゃありません。特に接岸して上陸いただきましたら、この方向に向かって220メートル見学通路を設けております。その見学通路の往復が今日皆さんのコースなんですけど、こちら側の住居部分っていうのは全く中に入ることができませんし、もっと正確なことを言いますと、上陸してからはこの岩礁が壁になって奥の方で全く見えてきません。ですからその見えてこない、入れない部分をご案内ご紹介するために、今日、10時5分にここ出ますけど、10分ぐらいで到着できますので、15分間時間が、ございます。その時間を使って先に船で一周回らせていただきます。まず船上からご紹介して、そして10時半からの接岸上陸という2つのパターンに分けてのご案内です。それで回るとき、おそらく今日こちら側の方から半時計回りで回っていくと思うんですけど、一番取材の多いのはこの建物ですよ、学校です。どうして取材が多いかっていうと、70年前にできてるんですけど、70年前の学校って基本的には木造の平屋なんですね。その中において7階建て鉄筋です。4階までが小学校、上が中学校、小中一貫校なんですね。おそらく一番当時立派な学校校舎だったと思います。この学校からこう回っていきますけど、こちら側のお客様がどちらかというと目に、まあ、テレビ雑誌とかで目にされている住居部分っていうのは全く廃墟じゃなくてきっちり残ってます。ですからお写真の動画等を撮れるだけ撮ってください。こちら側はとにかく撮ることを主に目的にされてください。これ何が何でもわからない建物だと思うんですけど、もちろんご案内はするんですけど、まあ、一度二度聞いただけではわからないと思います。ですからとにかく撮っておいてください。今お渡ししているお客様のリーフレットを見比べていただくと、ほとんどは解決つきます。それだけ残ってるということです。ところがですね、上陸してからのこの200メートル、もっと言うとこちら側東側一帯はおそらく何千枚お写真撮られても全くわからないと思います。どうしてかというと、この建物すべて波で流されてないんですね。原型とどめてません。ですから、テレビ等ではどうしても時間の尺がありますから、向こう側とこちら側と同時にフラッシュのように出てきます。なんとなく見終えた時は廃墟空間のように見えるんですけど、向こう側とこちら側って全く似て非なるんです。ですから上陸されてからは少し落ち着かれて、お写真撮られても全部一緒の光景です。一緒の光景になりますから、前半は3つのポイントでスピーディーにご紹介していきます。ここで開催いたしました同じ道戻っていただきます。その戻っていただくときお時間十分ございますから、ご自身が気になったところを逆に残すような感じの方がいいのかもしれません。それから今日最後にこの前まで行くんですけど、30号棟です。日本で一番古い鉄筋コンクリートのアパートなんですね。そういった面で一番著名なんですけど、実は去年の11月もう1年前になるんですけど、こうやってご案内してて、この建物をご案内してるその最中にですね、7階建てなんですけど、7階から1階までの2部屋分の床が落ちたんですね。でそれをたまたまお客様が動画で撮ってまして、 SNS にすぐ上がって、まあ、その日の夕方の報道には出ました。この建物なんですけど、ひょっとしたらお客様にとって構築した状態、立ってる状態としては今日最後になる可能性もある建物です。ぜひまた後ほどご紹介させていただきます。この後なんですけど、中入っていただきますと、2階奥が軍艦島高島、1階入られて左奥壁のところに 1000m 下の仕事場の模型ありますから、ご覧ください。2階からご覧になる方はその外階段上がられて結構です。10時5分出航です。
チーフから戻っていただくお時間ございます。状態っていうのは珍しいです。本当に珍しいです。7月の上陸率 10%、8月 50%、9月が 60%、そんな感じです。ですからこんな日がいつもではないんですね。こんな状態ですとお客様としては楽なんですけど、本当のこの島の解消条件見えてきません。一つだけご紹介します。9年前になります。台風が近づいてきました。その時の台風の人波で倒されたのがその右手です。ですから今皆さんの力、向こうの海が今日見えてますけど、これ本来は見えてはいけないということです。それから一番ですね、元島民の方が今いっぱいいらっしゃるんですけど、一番びっくりされることは何かっていうと、この場所においてお客様がお写真撮ってらっしゃること。ここはこんな広場じゃなかったんです。炭鉱の施設です。これは今の軍艦島なんですね。当時じゃないんです。
え、もっと言うと今トンネルから抜けていただきましたけど、こちら側の、出口はありませんでした。つまり立ち入り禁止なんです、ここ。じゃあ当時の島民の方々が、桟橋一緒で住居はこの岩礁の裏側です。どうやって行ってたかっていうと、何名かお気づきになってた方いらしたような気がします。トンネルの中正面に立ち入り禁止のゲートがあります。実はこれが生活です。地下道に入って今も残ってます。出てくるのが最後に行くあの黒っぽい建物の前です。そしてこの岩礁の中腹あたり見ていただきますと手すりがあります。この手すりの向こうは道です。この道を通って真ん中のところ階段上がっていって向こうに降りていくか、右奥までずっと奥まで行って向こうに抜けるか、それが当時の方々の歩み方と思ってください。正面白い建物は学校です。4階までが小学校、上が中学校。学校のそば黒っぽい建物がこの島で一番大きな建物、1500名住まれてました。こっから見るとどう見たって1500名の建物は見えないんですけど、こんな形してます。この字型、今見えてるのが私の背中と思ってください。右手部分、左手部分の塔もあります。一番上のところ、色の違った建物が保育園になります。あの保育園教室の中に今でも入ってみますと日本庭園が残ってます。池までありまして、一歩外に出ますと小さな滑り台の向こう側、プールという大変立派な保育園。4年前なんですけど、クレイジージャーニーっていう当時深夜番組であったんですけど、その番組上で取り上げてくれて、それ以降若い方々にも興味を持っていただいている、そんな場所です。上のところそびえ立つように見えてます。これが当時の三菱の幹部社宅です。5人家族が平均の時代に裏側見ていただきました。6畳と4畳半ぐらい、今でいうと 2K が中心なんですけど、この建物だけは6畳、6畳、8畳、リビングまであります。決定的に違ったのは、他の住居はお風呂は共同だったんですけど、この建物だけは小さいながらも内風呂があります。やはりこの島を三菱さんが築いたっていうのを、今でも建物上、若い建物どの建物かっていうとこの建物です。それからですね、今この軍艦島に関するご存知の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、本当に細かい、入れない場所のお写真と写真集200冊以上あります。まあ、本当にいろんな写真集あるんですけど、一つだけですね、意外なんですけどあまりズームアップされてない場所があります。それがどこかっていうと、この島は島ではないってご紹介しました。ただ大きな岩場でした。その岩礁のお写真がほとんどないんですね。それがどこかっていうと、この真ん中の岩礁、岩場です。これが元来のこの島、羽島の原型です。この原型がクローズアップされた写真がほとんどありません。ですから今日お帰りになるまでこの光景だけはどこの角度からでも結構だと思います。1枚お撮りいただいてお帰りいただくことをお勧めします。社員さん、三菱の社員さんは 5% しかいません。残りの 95% の方々が実はこの島を一番頑張った、支えた人たち。その人たちは残念ながら今で言うと非正規の方、派遣の方なんですね。当時は下請け、孫請けと呼ばれた方々です。でもその方々がいらしたから、どうやって行ってたかというと、右手に階段があります。この階段が15段あるんですけど、これが海底への入り口です。この15段登っていきます。踊り場があります。あの踊り場でボディチェックを受けます。何のボディチェックかというと、火の元を持ってないかどうかですね。下に行って一番危険なのは、石炭というのはガスを含んでますから、これに引火することが一番危ないと言われます。
その日の元チェックして OK な炭鉱さんたちは当時ですね、奥に向かって岩礁側に向かって細い23メートルの細い廊下があったっていうんです。その廊下を渡っていくととっても不思議な乗り物が待ってます。イメージしていただきたいのはエレベーターにしてください。ただしエレベーターの足場だけなんですね。壁がなくて天井はありません。その代わりあるのはこういう手すりです。横棒です。ですから横から見たらなんかリングに似てるっていう人もいます。このゴンドラ、そして600メートル下かっていうとそうじゃなくて、今度はこの方向に向かって南西に向かって 2.5 キロ坑道トンネルを掃いていきます。そして 2.5 キロ行ったところ終わりじゃなくて、今度は斜行っていって斜めの坂を自分の足で480メートル下ります。ですから今皆さんいらっしゃるこの位置からすれば海底1080メートルのところが仕事なんです。環境どんな環境かっていうと、体感温度は40度を超えて、もっときつかったのは湿度が96以下あまりなかったというんですね。ですからおそらく今我々現代のものからすれば、その環境の中で、数時間いることさえもひょっとしたら厳しいのかもしれません。戦前は12時間です。戦後やっと8時間になります。この階段なんですけど、最もこの島で長く使ってます。70年間使いました。3交代ですから、延べの人数でいうと何十万人ではなくて何百万人の単位まで来てると思います。もちろん自分の足でこの階段登っていかれてるんですけど、自分の足でこの階段を降りてこれなかった方、戻ってこれなかった方、215名いらっしゃいます。ただこれはあくまでも三菱さんの捉えた資料ですから事故だと思います。本当はもっともっといろんな形でいろんな方々が、もっと言うといろんな国々の方々がこの階段降りてこれなかった、戻ってこれなかったような気がいたします。もっと島民の方々、今本当にたくさんお見えというお話を随分してますけど、中にこの階段を頻繁に登った人もいらっしゃいます。一番登っていかれたのはですね、年齢でいうと昭和一桁前半生まれ、今でいうと90歳よりちょっと上ぐらいの方です。まだお元気な方ももちろんいっぱいいらっしゃいます。お話を伺うとやっぱりまずびっくりされるのはこの光景なんですね。わずか49年です。49年でこの光景です。誰の手も加えてません。これこの光景にやっぱりびっくりされます。そしてお話を伺ってると、必ず炭鉱さんたち共通なことを言われるんですけど、これだけボロボロになった、これだけ変わったこの中の光景の中でも一箇所だけで、49年前とほとんど変わってないところが一箇所だけあるというんです。それがどこかっていうと、この階段です。階段、帰り際にもう一度見てください。あの辺りから見てください。真ん中を中心に黒ずんでます。これ実はですね、風化した姿でも雨ではありません。これ70年間何百万人の炭鉱さんたちがこの階段自分たちで登っていって、そしてさっきご紹介した1000メートル下のところで必死で支えた、実は足の裏についた、これが生きた石炭の跡です。おそらくですね、いろんな角度でこの島見ていただきたいんですけど、当時の一番頑張った方々の奇跡が今も残っているのはどこでもないと思います。ここだと思います。正式名第二立坑桟橋跡と申します。ぜひお帰りの際もう一度ご覧いただきたいと思います。
番有名な建物で、ちょっと下が皆さんにとっては今日最後になる可能性もある建物を、30号棟とご紹介しました。この真正面の建物です。とりあえずですね、どんな形かっていうと、ワンフロア、20の部屋があります。6畳一間です。ここから見えないんですけど、真ん中に6メートル四方の吹き抜け中庭があります。ですから今この建物入れないんですけど、中に仮に入ったら今日の青空は真ん中から見えるということです。非常に洒落た建物、107年前です。東京が今の東京になったのはですね、関東大震災の後なんですね。それが、大正12年です。ですからその5年前にすでにこの場所においてはこの建物を建ってたということです。本当に、最先鋭の建物だったと思います。それからもう一つですね、この後皆さんお写真撮ってお帰りいただくと思うんですけど、実はですね、今のところ今日に至るまでこの建物だけじゃなくて、この島完全に守るだけの保全法、建築法、技術っていうのは全く見当たってません。ですから今見ていただいているこの光景がこの島にとって一番新しい姿と思っていただいて、それは決して過言ではないと思います。どうか、お写真のみならず記憶の中にもこの島残していただけたら大変嬉しく思います。全国からたくさんお見えいただいて本当に感謝いたしております。全体のご紹介以上とさせていただきます。ありがとうございました。
島でございます。海猿をドラマ映画で話題になりました潜水艇7名乗船されております。国内でも最大級の救難救助艇出島、現在はこの長瀬港が母港でございます。そして最後の世界遺産はグラバー亭になります。まもなくいたします。右手前方でございますが、小高い丘が見えてまいります。この奥の方でございますが、練習場の横に広がった西洋館が見えてまいります。この西洋館の左の上の方を少し尖ったような屋根が二重に重なってまいります。こちらの方がグラバー亭の屋根になります。